エッグチェアエッグチェアはデザイナーのアルネ・ヤコブセンにより1958年に作られた椅子の名称。デンマーク・コペンハーゲンのラディソンホテルのためにデザインした椅子である。椅子はフリッツ・ハンセン社により製造されている。エッグチェアはデザインの実現に向け全体に全く新しい素材を用いるなど、そのデザインにヤコブセンの典型的なスタイルが見られる。椅子は エーロ・サーリネンがデザインしたウームチェアに影響を受けたものと信じられているが、数々の敬意を表する声から、エッグチェアのデザインがより完全なものであると言われる。エッグチェアに関連した、ヤコブセンの他の作品には、スワンチェア、セブンチェア、アントチェア、シガーチェアなどがあり、他にもグランプリチェア、ポットチェア、ジラーフチェアなどがある。椅子は、スワンチェアもそうであったように、 カウチとしてもデザインされた。しかしスワンカウチの方は未だに製造されている。一方で、エッグカウチの方は、ごくわずかしか製造されていない。少数が、ラディソンホテルのために作られ、近年になり、特別版として、再び作られたものが残っている。少数だけにその値段も高額で、エッグカウチ一つに月およそ40万、デンマーククローネの値が付けられている。 このエッグカウチの生産が限られている理由について、高級感を望む声のほか製造の難しさが挙げられており、チョイスを2頭の牛を丸々使った牛革で覆わなければならず大きすぎることも原因の一つである。そのためチョイスの中央で牛革を縫い合わせた跡がはっきり見えてしまうため、ヤコブセンの作風ではなくなってしまう。しかし、この問題は椅子張り用品に、 川よりも、布地を用いて制作することで解決できる。その他、エッグチェアは、メインブラックやバックトゥザフューチャーパートになどの映画でも、使用されている。ありがとうございます。